東市議工作線は奈良県伊駒郡三号町の近鉄伊駒線、市議参加駅から市議山、長後村市寺の入り口である市議山駅までを結んでいた近畿日本鉄道の工作鉄道線。市議山下駅前に展示されている古旧、形車両伊駒線の前身となる市議駒電気鉄道が伊駒線と接続して関西本線王子駅から 市議山井東側より入るルートを確立するために開業したが、1930年に近鉄の前身である大阪電気機動とその子会社の市議山、急行電鉄が現在の市議線、西市議工作線を開業させると、そちらの方が大阪市からは主弁なルートとなったことにより、乗客は減少した。その後、近鉄に統合された後も細々と輸送を、 行っていたが、周辺が住宅化されると路線が道路整備の支障となり、乗客もさらに減少していたことから、1983年に全廃された。運賃は大人片道350円であった。1983年当時全駅、奈良県伊駒郡三号町に所在。当選廃止後、跡地の多くは道路用地に転用された。 麓側から約700メートルの路盤は、平行する道路の拡幅用地に転用された。その山側に続く約200メートルは、1986年に開校した敷池岡高等学校の用地の一部に取り込まれた。山側の約800メートルは、枕木などが残されたまま遊歩道となった。 市議山回帰の工作船ホームは廃止後も残されていたが1995年頃の駅舎改築に伴って撤去された。市議山駅の駅舎と駅前広場はバス待合所、発着所に転用されている。代替交通として奈良交通が市議山回帰市議山市議山門間でバスを運行している。元は市議山もしくは 三室ロ園東口までの運行であったが2012年4月28日より、早朝、夜間を除き近鉄バス、市議山上線の終点である、市議山門へ終点が変更された。車両は2両のうち、車両番号9は、三里町立三里北小学校に無償状とされ、2020年までの37年間、中庭に保存されていた。2018年11月、 三里町民の有志により、市議参加駅に移設して展示する構想があると報じられた。2020年3月14日から15日にかけて、三里北小学校から搬出され、市議参加駅前に移設された。同3月28日から一般公開される。車両番号10は解体され、車輪などの部品が市議参加駅構内に展示されている。ありがとうございます。